以上が巨人捕獲作戦の概要だ。各自実行に向けて動いてくれ。繰り返しになるが口外するな。たとえ信用する部下であっても。当然だ、言われるまでもない。さーて忙しくなるね。こりゃ技術班は徹夜続きだ。話は終わりか。なら俺はもう行くぞ。ああ、待ってくれ。そこに物資の荷箱がある。帰る前に好きなものを持っていくといい。なになに、珍しいじゃん。ああ、そういえば今日は紹介の連中が来ていたな。何があるかな。あ、この瓶はなんだと思う、ミケ。これは整髪料か。お前のだな、エルヴィン。ご名答だ。相変わらずくだらんもんに金かけやがって。このくらいの贅沢は目をつぶってくれ。他に給料の使い道もないんだよ、リヴァイ。いい茶葉があるな。こいつは俺が持っていく。お前の金で買ったんなら遠慮する理由もねえからな。ああ、構わない。他の二人に依存なければな。いいよいいよ。私はそうだね、この手帳にしよっかな。そんなものでいいのか。十分さ、なかなかの高級品だよ。俺はこのヒゲ剃りをもらおう。おい、このご時世これだけのもんを揃えるのは紹介の連中だって難しいはずだ。ましてや憲兵団でなく調査兵団に回すとは。どんな手を使った。何、丁重にお願いしただけさ。たまにはいい思いをさせてもらわないとな。どうせ脅迫まがいの要求でもしたんだろうが。それを聞くのは野暮ってもんだよ、リヴァイ。ああ、言うまでもないが、このことも口外禁止で頼む。了解、ありがたくもらってくよ。さて仕事仕事っと。じゃあな。みんな喜んでくれて何よりだ。